ましたね。第1章第2話。波を航海士に迎えたルフィは本格的にグランドラインを目指すべくオレンジの街を後にした。航海の途上、新たな船と仲間を求めてルフィたちはシロップ村に上陸。おー、来たね。村の少年ウソップか。ウソップと出会う。ウソップは村一番の大ぼら吹きで村人をいつも騒がせていたが、両親を亡くした病弱な少女カヤをほらばらしで元気づける心優しい少年でもある。そうなんだよね、これめちゃくちゃいい話なんだよ。ウソップが絡む話ってみんないいよね。ルフィとウソップが村外れの海岸で話していると、偶然カヤの執事クラハドールが海賊らしき男と不穏な相談をしているのを目撃する。執事クラハドールの正体は元海賊であり、カヤの両親が彼女に残した財産を奪おうと企んでいたのである。どえらいやっちゃな。それで計画の準備はできているんだろうな。えらいことだ、えらいこと聞いちまった。震えてんじゃねえか。あの執事はキャプテンクロー、カヤの財産をずっと狙ってやがったんだ。夜明けとともに村を襲え、村の民家も適度に襲い、あくまで事故を装い、カヤお嬢様を殺すんだ。そこはお嬢様ってちゃんと言うんだね。聞いた通りだ、ウソップ君。君が何を聞こうとも私の計画に影響はない。クソクソ、みんな大変だ、海賊が攻めてくるぞ。またか、あのホラ吹き坊主。今日という今日は許さんぞ。師匠、信じてくれよ、本当にみんな殺されちまうんだ。とっ捕まえろ。くそくそ、また走った。俺は嘘つきだからよ、花から信じてもらえるわけなかったんだ。でも事実は事実、海賊は本当に来ちゃうんでしょ。間違いなくやってくる。でもみんなは嘘だと思ってる。明日もいつも通り平和な一日が来ると思ってる。だから俺はこの海岸で海賊どもを迎え撃ち、この一件を嘘にする。めちゃくちゃ頼もしいね、ウソップ。かっこいいじゃないか。それが嘘つきとして俺の通すべき筋ってもんだ。ほう。こんなわけもわからねえうちにみんなを殺されてたまるかよ。とんだお人よしだぜ。ナミ、手が金のマークになってるよ。よし、俺たちも加勢する。言っとくけど、宝は全部私のものよ。雰囲気ぶち壊しだな、いい雰囲気だったのに。お前らアウシやっていきましょう。百景の黒ですかね。おお、仲間めちゃくちゃいるなこれ今回。おお、黒猫海賊団か、村人を守れ、ウソップの敗走または村人の全滅で、ミッション失敗になりますね。第一ミッションは海賊隊長を倒し村の侵入を阻止せよとのことですね。あ、オッケー、今回はルフィを使ってやっていきますのでね、行こう。俺の名はキャプテンウソップ。ほう、死にたくなきゃさっさと引き返せ。死にたくなきゃ、村の敵は踏み潰して村へ進め。おいおいおい、村の中へ行くことは許さんぞ。あし、海賊隊長をぶっ飛ばせばいいんだろう。まずは拠点兵長を潰しておこうかな。おい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 、ガードすんじゃねえバカ野郎。何、戦闘中、十字旗下と上で仲間を切り替えることができます。また絆ラッシュを発動した仲間には同盟マークが表示されます。同盟を組んだ仲間は別の仲間との絆ラッシュにも登場します。最大4人の仲間、おお、めちゃくちゃ登場するね。さまざまな仲間と同盟を組み絆ラッシュを強化していきましょうとのことですね。オッケーオッケーオッケー。あおし、イエーイケー、村人を守れ。大丈夫かい。海賊隊長、海賊どこから来てんだ。あ、上から来てるね。あー、雑魚が多すぎる。めちゃくちゃ雑魚出てくるな。どけこら、来てるかな。そこいるね。あ、拠点兵長か。あれ海賊隊長は、
おらおら、あ、いるいるいる、こいつだね。まず1匹目の海賊隊長、どけこら、おい、よし倒したね。まず1匹目の海賊隊長撃破。ゾロがやられるわけないでしょ。ああ、ゾロを救援せよ、マジで。ゾロを守らないとね。よしよしよし、まずこの辺の雑魚は置いておいて、海賊隊長はそこにいるね。ぬぬ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 ぬ、どこ行くねお前。まだんかいこら、行くぜベイベー。宝、私の宝に手を出すんじゃないよ。波の宝に手出したのか。オッケー、波のお宝を奪回せよ。あー、守りに行かないとね。よーし、これで海賊隊長は倒したかな。うん、倒したね。だら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 、よし、ミッション変更。うん、あー、村の守り弱体か、あかんねえ。ゾロがいなくなったか、ちょっと弱くなった。まずまずまずい、ゾロがいる場所ちょっと行こうか。俺は俺のやり方で戦う。ゾロ大丈夫かい。ここにいるんだよな、ゾロは。よし来い。あんねー、うぜえこいつ。ボケゴラ、ボケゴラ、何しとんねん。おい、厄介な攻撃してくるやつだよ。ぬー、やめろ、ぶっ飛ばすんじゃねえハゲ。なんだなんだなんだ、おー、うざすぎる。なんかめちゃくちゃダメージ食らうんだが。よーし、これで撃破といきました。ゾロ戻ってくるかな。うん、ウソップが仕掛けておいたバリケードの前に通って、ウソップ、うん、罠の準備は万端だ。あとは奴らを誘い込めば。よし、いいね。おーい、野郎ども、こっちが村への近道みてえだぞ。よーし、あっち行ってるね。ちょ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 、波の援護行こうか。波こっちいるからね。よし、行くぞ。簡単に引っかかりやがった。よし、進路変更だ。あっちにいてくれたね。そして波はどこにいる。いたいたいた。ドララ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 ラ、おー、すごい飛んでいく。はいはいはい、よーし、ゾロが村防衛のため進軍開始ですね。戻っていったかな。よし、ほっ、これじゃ進めねえな。おい工作隊、爆弾を持ってこい。爆弾まずいな、破壊されるか、バリケード。工作隊、ウソップ何をしている。よし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 、それでとりあえず爆弾持ってるやつ、どれだ、爆弾持ってるやつ。はあ、はあはあ、あいつか、あいつを倒せばいいのね。オッケーオッケー、飽きてきて、工作兵ね。ドラ行くぜベイベー、ゴラ、うんぬーん、よしよしよし、あらゴラ倒したかな。よーし倒したね、素晴らしい。よし、工作兵はなんとか倒しちゃったよ。うわ、めちゃくちゃ爆弾持ってんな、こいつら。爆弾持ちすぎでしょ。なんでこの爆弾ばっかあんの。爆弾持ってるやつばっかじゃないか。あらら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 。よし、とりあえず戻ろう。で、そこに溜まってる海賊隊長ども倒そうかな。ここめちゃくちゃいるね。ここ、ここ。バリケードの前に溜まってるね。残念ながら工作兵はこうへんで。絆ラッシュ使っていこうか。おいや、いくぜベイベー、ほう、必殺技じゃ、ゴムゴムの三刀流。おお、合わせ技か。わあ、すげえな、すごい倒したよ。アイテムゲッチャー、アイテムゲッチャー、全部取っちゃうよ、全部取っちゃうよ。ウェイ、ごちさんです、いただきやした。おお、黒降りてきたね。黒戦場に出現、出てきた出てきた。あっさり倒しちゃおうかな。お、なんか来たよ。もうとうに予定の時間は過ぎてるってのに。キャプテンクロー、なかなか計画が進まねえと思ったら、なんだこのざまは。すごいキレてる。もう少し待ってやる。それでこの場を片付けられねえようなら、てめえら一人残らず俺の手で殺してやる。わお。部下すごい悲しそうな顔してたね。うわ、敵めちゃくちゃ来たな、これやべえよ。村へ急げ、このままじゃキャプテンクロに殺されちまう。すごい焦ってるね。村へ進軍開始。わあ、これ全部阻止しないとね。めちゃくちゃ来てるわ。まず近くのやつ行こうかな。敵の縄張りを制圧し、家族隊長の進軍を止めろ。
別の道にもバリケードを作らねえと。え、し、ここ止めるの？オッケーオッケーオッケー。ぐーん、ゲッチゴーさんです。まずは制圧しようか。ウソップバリケード攻撃作戦。ウソップの？マジで？心配すんな。ちょっと忙しいな、いろいろと。やめろ、攻撃すんじゃねえ。とりあえずここ落としとこうか、制圧しとこう。よしよしよし、波だったりウソップが時間稼いでくるらしいね。俺はとりあえずルフィはとりあえずここで落とそうか。あらららららら、あーまずいな。いろいろと海賊隊長があっち向かってるよ、村のとこね。まずまずまずい。ヘイユ、敵次々来い。全然制圧できねえな。カモ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 、次々カモ、次々カモカモカモ、いつでもカモカモウェルカムです。はい、よーし、工作兵まずい。よーし、縄張り奪還。オッケー、これでオッケーだね。ほっで、ちょっと下向かおう。下、赤い隊長そこいるね。よーし、ウソップのバリケードのようにいけてないね。詰まってるね。ゲッチ、ほっ、最後はあっちだな。うん、ウソップナイスだわ。ウソップがナイスすぎて、バリケードのおかげで前に進めないのでね。これのうちに、今のうちにちょ制圧しとこうか。海岸への道、来た、ここ制圧といこう。えい、ごちゃです。はい、ごちゃです。敵次々かも。よーし、ウソップナイスだ。うんうんうん、はい、ギリいいね。あとちょっと、早く出てこい。よーし、縄張り奪還でございます。あと1個か。俺の予定を狂わせる奴は皆殺しだ。黒来たか。はあはあ、あー、黒進軍開始、来てるね。よし、黒をぶっ飛ばせ。シンプルなミッション。あ、じゃあもうこれ制圧しなくていいね。変わったね。あとは黒ぶっ放すだけでは OK だ。すぐ倒していこう。なんか来たね。トレジャーイベント発見。よし、作戦成功だ。いたか、出陣。やったな、ウソップ。こそこそ逃げ回って何を生きがっている。そういえばお前の親父も村を逃げ出した臆病者だったが。臆病者だと？てめえ、それ以上親父をバカにするな。俺は親父が海賊であることを誇りに思ってる。勇敢な海の戦士であることを誇りに思ってる。俺はホラ吹きだがな、俺が海賊の血を引いているその誇りだけは偽るわけにはいかねえんだ。生意気な。今にその言葉を後悔させながら殺してやる。畜生、あの野郎、バカにしやがって。ヤゾップだろ、お前の父ちゃん。お前、なんでそれを知ってんだ。子供の頃に会ったことがあるんだ。お前と顔そっくりだからさ。今もきっと赤髪のシャンクスの船に乗ってるよ。そりゃお前、大海賊じゃねえか。そんなすげえ船に乗ってんのか、うちの親父は。俺だっていつか親父みてえだ。勇敢な海の戦士になってやるんだ。すげえ笑ってる。すげえにっこりしてるね。オッケー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 。じゃあ、あとはもう黒を倒していきましょうかね。はい、黒子、いや、直接対決じゃ、ボケゴラ。いけい、よし、ゴー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 、どら、いけ、ゾロ、やってこい。すごい、来てる。はい、じゃ、と、はい、行くぞ、ベベ。あれ、黒どこ行った？あれ、黒ちゃんは？黒ちゃんですわ。あ、いたいたいた。行こう、ゴムゴムドン、三刀流、やい。オーケー、あ、もう倒した？ミッション成功。あ、弱え、一発で倒したか。いや、まだ生きてるね。よしよしよし。あ、黒一時撤退、引いていったね。あっさり倒しちゃった。もう終わり？
いつもこいつも俺の計画の邪魔をしやがって。時間だ、全員消してやる。わお、かっこ悪い海賊団だな。お前がキャプテンで、たとえ何百人部下を従えようとウソップには勝てねえ。面白いことを言いやがる。何が勝てねえのか言ってみろ。器だよ。お前は本物の海賊を知らねえんだ。侮辱されたもんだ。ならば教えてやる、幾度となく視線を超えた海賊の恐ろしさを。この構え、シャクシだ。シャクシを使う。ああ、来たね。シャクシ早いんだよね、めちゃくちゃ。わあ、やめてください。なんだこのシュールな光景は。無駄だ、これは抜き足での無差別攻撃。あやつにね、本人も何切ってるか分かっちゃいねえんだ。めちゃくちゃ説明してくれるね、アシンだ。出てこい羊。お前は仲間を何だと思ってるんだ。黒、バリケードを全て破壊。マジで、あの一瞬何があったんだ。バリケード全部破壊されたね。なお、百種により無差別攻撃開始。あれ、やめてくれ。仲間まで攻撃してるよ。さっさと計画を成功させるしか、俺たちが助かる。なお、クレネック海賊団さらに出現。うわ、めちゃくちゃ来んな。金黒はどこ行ったんだ。やばいな、バリケード破壊されたから、これ全部倒していかないと。ほう、あ、海賊隊長来たね。よし、ウソップ援護し、黒の動きを止めろ。ウソップ援護か、オッケーオッケーオッケー。ウソップこっち来てるね。進軍開始。おらおらおら、仲間に裏切られてる。あららら、うわ、敵めちゃくちゃいる。オッケー、よし、戦型を。ここを離れるが問題ねえよな。お茶です。ゾロ、村の防衛のため交代開始ですね。頼む、ゾロ、村を守ってくれよ。よし、ウソ食ってるね。ナミ、村の防衛のため交代開始ですね。まあ、村の防衛はナミとゾロがいる分大丈夫でしょう。この敵の脇加減やべえな。ゴキブリのごとし来てるよ。守れる。オッケー、頼んだぞ。とりあえずこの先行かないとね。作戦準備を開始。おお、作戦準備開始したね。作戦完了まであと90秒。作戦完了までウソップを守れ。オッケー、わかりました。ウソップを守るんですね。ウソップどこにいる。あ、奥いるな。ちょちょちょ待て、ウソップがボコボコされている。やめろお前、ウソップ何しとん。えい、ごっさんです。はい、お前もしね。まずいな、めちゃくちゃ来てるよ。ウソップ大丈夫かい。にゃーん、助けて。助けてじゃねえ、お前が自ら挑んだんだろ、知るか。ああ、作戦準備停止。まずいな、敵が来すぎてんのか。敵が邪魔で罠を仕掛けられねえ。ちょっと待て、湧きすぎだなこれ。確かに分かってる、援護しようか。ちょっと技使おうかな。いくらないのこれ、来すぎだわ、めちゃくちゃうざい。よし、行こう。敵を一掃だ。オーケー、ナイス。わーお、一気に戦撃波やべえな。よしよし、ウソップいいかい。あと48秒。とりあえず敵は一掃したからね、もう来ないかな。あー、まだいた。おら、はい。わー、次々ザコくんな。ちょっと待て、あと30秒。ゲッチ、ウソ、早くして、敵予想以上に来る。まずい、海賊隊長、仲間の海賊隊長がやられたのか。もうやめてくれ。お前が勝手に挑んだの知るか。お前が勝手に挑んで負けたんだ。おーし、5秒、もういったかな。よし、来たね。作戦完了までウソップも守れ。まだなのか。
ミッション成功。よーし、ウソップ何をするんだ。罠を仕掛け終わったぞ、うん、あとは俺がおとりになってキックロー。ほう、こっちに来やがれ。お前はもう終わりだ。噛んどるやないか。面白いこと言いやがる。おめえみてえな臆病者に何ができる。今だ今だ。小賢しい真似を燃えたね。完全爆発したね。やったぞ。でも ちくしょう、もう体が動かねえよ。笑わせてくれる。まあそこで倒れた方が安全だろうよ。立ち上がったところで所詮俺たちにはかなわねえんだ。かなわなくったって守るんだ。カヤも村のみんなも俺が守る。ん？お前らを通すわけにはいかねえ。俺はいつも通り嘘をついただけなんだから。村ではいつも通りの一日が始まるだけなんだから。俺は勇敢な海の戦士になる男だ。村の者には指一本触れさせねえ。あー、シソップいいね。クロ、ウソップの元へ出現。マジか。あー、そこに来てるね。ちょ、どけ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 。クロをぶっ飛ばせ。いいね、来たよ。シンプルなミッションじゃないか。クロどこだ。よーし、いたいたいた。ぶっ飛ばしてやりましょうよ。何しとんねん。何ウソップに手出しとんねん。許さへんで。ほいほい。お、なんか来てるね。なんだこれ。なんかものすごい光ってんだけど。てめえごときにはな。はい。どこ行った？なあ。動きが早い。いけぞろ、やってこい。ややこしい相手だよ、クロ。嘘者のお前がなぜこの村のことに首を突っ込む。死なせたくない男がこの村にいるからだ。あー、オッケー、いいね、ルフィ。おー、1500体撃破。結構倒してたね。よし、気絶ゲージあとちょっと切れる。ちょっと待てよ、ちょっと待って、どこだ、どこだ、クロ。クロ、クロはどこにいるんだ。いたいたいた。あらゴラ、いけ、ゾロ、いけ、はめろはめろ、カメハメじゃゴラ、いけいけ、ゾロカメハメじゃ。にゃー、何か来たよ。必殺技か。OK、 まずは傷つゲージを減らさないと。お、あとちょっと切れるね。よーし、倒したか。あとちょっと倒せる。はい、黒のヒーローパワー終了ですよ。ごちゃんです、終わったか。黙って切られてりゃいいものを。させるか。お、貴様、離れろ貴様。これでお前の3年の計画も完全に失敗だ。なんだと。ノー、わーお、小物。俺の計画は絶対にかなわない。なんかね。痛いところの騒ぎじゃねえな。これ確実に死んだろ。名前を捨てて海から逃げるような海賊に俺が負けるか。俺はモンキーディルフィ、海賊王になる男だ。かっこいいね。よし、黒撃退か、撃破か。よし、倒したね。黒を倒したルフィたちは村を救ったお礼としてカヤから船を送られ。わーお、メリー号か。キャラベル。うおー、ゴーイングメリー号か。いい船だな。なんか来てる。いや、死ぬだろこれ確実に。どうなってんだ。わ、悪いな。
お前ら見てたらよ、やっと剣心がついた。俺はこの村を出て本物の海賊になるんだ。元気でな、またどっかで会おう。なんで？あ、なんでって愛想のねえ野郎だな。これから同じ海賊やるんだから、そのうち海で会ったり。何言ってんだよ、早く乗れよ。え、俺たちもう仲間だろ。キャプテンは俺だろうな。俺がキャプテンだ。調子いいやつだな。はい、これでウソップも仲間になりましたね。個人的には一番好きな話はこのウソップの話なんでね、よかったね。はい、クリアですね。総合評価は S ですか。 A ですね。ギフハス B、 ちょっと少なかったのかな。1581体倒して B っていうのもなんだかなって感じがするけどね。オーケー、じゃあ今回はこれにて終わりにしたいと思います。次回は、あー来ましたね、クリーク編か。またこちら実況していきますので、もしよかったらまた見てね。じゃあ次回また会いましょう。バイバイ、いきー。